どうもこんにちは、たかです。今回は妖怪通信対戦、公式バトルで、ランダムバトルやりたいと思います。公式バトル、じゃなくて通信対戦で、ランダムバトルですね。ランダムバトルをして、どんどん買っていこうっていう感じのあれですね。ランダムバトル、あれなんか買っていくと神、ランクが神になるらしいんで、それを目指してやっていきたいと思います。ランダムバトル僕初めてかな、初めてなんかな、ほぼ初めてぐらいと思いますね。もうやった記憶がないです。なんでまあ今から、まあ、買っていくには、まあ、パーティーとかいろいろ考えないといけないと思うんですけど、とりあえずやっていくと思います。これはまあ僕も前さんもヒカルも多分ちょくちょくやっていくんではないかと思ってます、ランダムバトル。ではでは、まあ日記して早速行ってみましょうか。トロフィー目指すためには確かランクが神にならないといけなかったはずなんで、お、こんなん出てくる。正々堂々の戦い抜く人に公式協会からご褒美が与えられることになりました。ランダムバトルを戦い抜くことごとに、公式ポイントがもらえるんです。ほう。公式ポイントは公式、KP って公式ポイントのことなのに、公式ポイントショップで、豪華アイテムと交換できます。被ってへんかな、なんか。KP は1試合の戦い抜けば、1試合戦い抜けば、勝っても負けても10ポイント。さらに敵妖怪を1匹倒すごとに追加で10ポイントをもらえます。最後まで諦めず1匹でも多くの妖怪を倒しましょう。そんなんあったんや。知らんかった。KP ショップ何言ったんやろ。ミュージックカード、あ、金の手形とか持ってたやん。あ、コインもある。五つ星スペシャル。ああ、なんや、そうなんや。全然知らんかった。全然やってなかったんで知らなかったですね。情勢を見る。両軍互角。なるほどな。ではでは、まあ今は妖怪初心者なんで、これからどんどん、成り上がっていきます。成り上がっていくところ、やっていきます。両軍互角らしいですね、今。ちなみにこのデータでは本家なんで、まあ、本家軍として戦っていく感じですね。元祖軍と戦う。ではでは行きましょうか。パーティーはちょっと今これ考えたんですけど、まあ、こんな感じのパーティーで行こうかなって思ってます。どっから行こうかな。うん。これとこれを変えて、こっから行くのもありなんですよね。もしくは、こんな感じ。満を持しは、とりあえず必殺が溜まるまで待つ要因ですね。必殺が溜まって思いっきり攻撃する。そんな感じですね。こんな感じいくかな。今の通信対戦で何が強いのかいまいち、結構やってなかったのでいまいちわからないんですよね。わからないんですが、やっていきたいと思います。じゃあ、パーティーは、これで、じゃあ行きたいと思います。決定。始めます。最初の対戦者は、こっちはまだ勝ち点0やぞ。風花さん、よろしくお願いします。よっ、対決楽しみだな。結構久しぶりやな、ほんまに。お、来ました。JK2 年目。JK2 年は後衛の間、前衛の HP 回復。あ、そんな能力も取ったやな。誰か狙おう。こっから行こう、じゃあ。こっから行きましょう。取り付く。染みるわ。あれは、おばあ、おかん。新おかんやったかな。カッパ行こう、カッパ。カッパいたれ。カッパいたれ。よし、ナイスカッパ。次はお母さんから行こう、お母さん。次お母さんや。ガードしとるからな、山吹鬼。山吹鬼はあと HP が高かったイメージ。相手全然攻撃してこへんな。相手全然攻撃してこへんぞ。えんか。どんどん行ってもあげようけど、えんか。参る。極楽の術。あ、結構回復されるな。痛い。めっちゃ痛い。めっちゃ攻撃食らうやん。やば。ただ、相手も行ったやぞ。奥は、行け。よし。これは勝ったやろ。もろたやろ。これで負けたら嫌やな。じゃあちょっと移動。極楽か。
どっちから行ってこう、こっちから行こう、ババーンほっといて、こっちから行きましょう。イカ術の術。お、やばいやばいやばい、それはまずい、それはやめてほしい。よっしゃー、いや今んとこ楽勝やぞ。ババーン、ババーン行こう、ババーン、ババーン行ってくれ。もう、あ、取りつかれた、あ、まずった、まずった、取りつかれた、あ、伊達ちゃんやられた、マジか。よし、ナイス。あとはこんな感じでいいか。あえてつつくもしてこへんな。本当の初心者かな。もう上らへん行ったらもう強いパーティーしか来ないんだやろうな。まだ初心者同士なんで、相手も初めて。ほい、嵐の術、必殺出るから打っとくか。 OK、 行ってくれビスケ、行け。よし、初戦は勝利、いいぞ。これはいい感じですね。勝ち点21ゲット。神ってどれぐらいまでいかなかんねやろ。神、勝ち点何本ぐらいいるん。このパーティーで勝ち進めるんかな。通信対戦、もう一丁いきましょう。ランダムバトル、どんどん勝っていくぞ。よし、公式ルールで参加決定。さっきの感じやとやっぱりブシニャンが強かったな。ブシニャンが強かった。雄大さん、お願いします。まだどちらも初心者、初心者同士の対決、いいよ。ほい、今から勝ち上がっていくんやぞ俺は。さっきの感じだとこっちの方がいいかな。これで行きましょう。よし、めっちゃかわすやん。 JK2 年目どうした、なんでそんなかわしたん。よし、生ハゲから行ってくれ。よし、いいね、武士にはいいよ。あとちょっと、あとちょっと、西洋感回復すんなよ。お、こっから行こう、こっから行きましょう。武士にゃんから、やっぱり使うメンバーとして武士にゃんが多いですね。取り付く、癒されるわ。 HP だんだん回復か。おりゃ、よし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 、次は冬にゃん。お、ブリー隊長から、あ、座敷嵐か、行こう座敷嵐にから。極楽の術か。んきゃ、この JK2 年目は強いよ。よし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 、今んとこ楽勝かな。参る、あ、サボった、サボるなサボるな、買い取ったろ。押すとともに満を持して、あ、ブリー隊長がなんか、ブリー隊長ってどん、あれ、やめた、やめた、なんでやめたやろ、なんでやめたか気になる。いや、またやめた。こっちから行ってく。ガローマン、あ、サボるなよお前、お前2回に1回しか攻撃せへんの、サボるなよほんまに。何しょうねん、痛い痛い痛い。こっちも無限のホースパワーやるか。うわー、痛いな、今のは痛かった。ビクトリアーン、その前に無限のホースパワー食らわすぜ、いけ。よっしゃ、はははは、これはもろたな。あとは武士やん。おう、なんとか2戦目も楽勝で勝利しましたね。いやー、満王子氏があのタイミングでサボったのはびっくりしたけど、ギリギリ勝てました。勝ち点今んとこ43、どんどん増やしていこう。一番上らへんだったらどんな感じになるやろな。ランダムバトル情勢、はい、記憶します、記録はしときます。情勢ちょっと見てみよう。元祖軍番付、本家軍番付、うわ、5900点、めちゃめちゃ高いな。ブリー隊長強いんや。ブリー隊長、生ハゲブリー隊長、ブシニャン、これは
正宗かな、勝負師か正宗、同じ元帥摂政、同じパーティーやな。このパーティーがなんか強いんかな、どっかインターネットとか載っとったんかな、このパーティーが強いみたいな。違うかな。おお、これはこれでいい感じのパーティー。おー、壁が多いな。壁役と攻撃役がめっちゃ分かれてる感じがしますね。これとか、ああ、三つ股の槌を横の人任せ人で3回攻撃して、妖術使ったら3体に攻撃できるんで、これも強そうやな。これも良さそうっすね。眼速はどんなんやろ。6400点稼いど。すごいな。左から2番目誰これ。よう分からん。左から2番目。汗っかき入ってん、汗っかき。すげえ。あ、2番目の人汗っかき入っと。汗っかき強いんやな。お、プリティーパーティー。いいね。明日も見れるんや。じゃあ、まあ、とりあえず、まだ43点なんで、どんどん戦っていきます。公式バトルで参加。オッケー、いきます。ケマモンがいまいち役立とうか分からへんレベルやな。妖怪初心者。ミオニャンちゃん。そうですね。ケマモンをもっとガード役に変えてもいいかもしれないですね。ガード役。豪傑族。よっしゃ、行きましょう。お、ちょっと、待てよ。誰か行こう。一番にゃんから行こう。よし、ここで。いや、ゴルニャン強いぞ。取り付く。取り付かれた。まずる。まずまずい。取り付くは痛い。お払い。ゴルニャンはめちゃめちゃ硬い。本当に。だから、アタックが3体ぐらいでいかないと、勝てないですね。ゴルニャンの弱点は何なんやろ。オッケー、回復。ナイス。で、からに、絆めか早くやっちゃってくれ。やっちゃって持ってくれ。よし、もう一丁。あー、サボるなよ。とこでめっちゃサボるやんけ。極度。極度いってこう。極度強そう。近いしとか好きくるやん。嵐。よし、あと一発。ナイスクリティカル。よし、ついたろ。ナイスサボりやぞ。もらおうか。妖力もらおうか。んで、持って、溜まっとる。ナイス。オッケー、行ってくれ。無限のホースパワー。無限パワーやぞ。行け。ビスケいいね。溜まるのが早い。で、からに。よし、行け。ナイス。ド根性ストレート肉球。パンチ。よし、これはもろたよ。この試合はもろいましたね。行け。ナイス。あ、サボるな。サボったらダメ。伊達ちゃんまだサボっとったよな。よーし、あ、まだおったか。まだいましたね。ジバニャンがいた。ナイス。今んとこ3戦3勝っすね。どんどん上がっていこう。いいね。次は4戦目です。次、いやー、今回はもう全勝でいけそうやな、雰囲気。雰囲気全勝でいけるような雰囲気がしとる。いくぜー。この調子でいきたい。どんどんいくぜ。アンパンマン。よー、対決。アンパンマンには勝つぞ、俺は。よし。相手はどんなパーティー？うわ、ガブニャオ。何このパーティー、変なパーティー。ガブニャンやったれ。 JK2 年目ガードでええぞ。メンバーチェンジしてた。
誰、あ、大江戸パンダ。これは、オロチぐらいから行くか。で、もって、アタッカーで。アタッカーで行こう。勇ましパン、ガードしよう。ガードするなよ。よし、こっちで。大江戸パンダ。これは、ご当地妖怪ですね、大江戸パンダ。違うんかな、ご当地妖怪じゃないかな。ピリリン。よし、あと一発、あと一発やぞ。ナイス。よし、一体目。次、オロチ。次、オロチ行ってくれ。ガブには二体持ったやな。満を持す。雷神の術。ってやんでい。変えるか。ガブキュラ。ガブキュラなんや。ガブキュラ。ってやんでい。よし。いやいやいや、もっといったれ。極楽。ワンダニャン。ワンダー。うわー、痛い。3回攻撃か、ワンダニャン。やるな。ここら辺で、伊達ちゃん行っとこう。うわー、伊達ちゃんやられた。マジか。ほら。もうあとはこれでいけるはず。オッケー。無限のフォースパワー。誰や敵は。オッケー。いや、今んとこはまだ全然いけそうですね。終了。オッケー。あれですね、更新が入ってから途中で抜けても、ポイントが相手に渡るようになったんですかね。毎回セーブが入りよるから。オッケー。だいぶ変更されたんやな。前までは、なんか途中で抜けたら勝ち点が、特に増えたり、え、なんでいきなり5球来た。増えたり減ったりしないらしいんですけど、いきなり5球が来た。マジかよ。5球って絶対強いやろ。まあ、行ってみましょう。どっから行こう。なんか、妖術使ってきて、妖術使うなら、ビスケ。マスターニャーダは、妖術避けるんで、このパーティーがいいはず。いざ、勝負。うわ、誰か行こう。三つ股のずちや。これ、三つ股のずち確実や。こいつに攻撃させたらまずい。いや、でもこっちから行こうか。これがきつい。これがきついよ。ハッピー。よしよし。次はこっちのターンやろ。エンライナ。エンライナ硬くなかった、めっちゃ今。あか、ヤマタから行こう。やばいやばい。避ける。ナイス。ナイス避ける。そうなん、幼児作らへんねん。フォースと共に。くはー。あ、ビス。JK2 年目回復してくれんかった。嵐の術。いいね。JK2 にも回復しちゃってくれ。あと一発。あと一発やったのに。めっちゃ変えてくるやん。嵐の術。よし。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。いいね。かつお節切りやと。まずまずまず。よし。三つ股の術は落とした。うわー、かつお節切り来てやがった。早いな、武士には何でそんな溜まるの早い。めっちゃ強えや。くはー。なんか絶対。やば、やばいやばい。やられた、ヤマト始まった。くはー。あの武士には何かつけとったな、絶対。よし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 。死神の術か。満を持しとる。よし。嵐、いやー。まずった。よし、来た。いけ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 。逆転しろ、逆転。まだいけるぞ、まだいける。かつお節入り。こっちのターンや、こっちのターン。さっきは攻撃食らったけど、次はこっちのターンや。
よって満王子氏がもうちょっとで、よっしゃサボってやがるぜ。ダメージ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 がいい。75のダメージ、見せてやろう満王子氏の強さを。いけ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 、満王子氏見よ、海岸獅子抜刀、これで決める。いけ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 、よっしゃー。うわー焦った、武士ニャンが最初必殺してった時はめっちゃ焦った。3体抜かれたからな、武士ニャンの強さよ。めっちゃポイントもらえた。妖怪992にアップ、よし。いやー今回はじゃあここら辺で終わりましょうか。これからランダムバトルちょくちょくやっていくと思います。ランク番付の神やったかな、神ランクを目指して、どんどんやっていくと思います。今は99、今回で99にアップしました。まあ、パーティーとかいろいろ考えていかないといけないと思うんですけど、まあ上に行けば行くほど強そうですね。さっきの5級なったらいきなり敵のレベルが上がったような気がします。どんどん1段とか2段とか行くと多分敵が強いんで、パーティーを考える必要があると。これからどんどんやっていくので、またそちらもぜひ見てください。ではでは今回のランダムバトルここら辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。